はい、こちらが山形県高畑ワイナリーの赤鬼という赤ワインです。高畑ワイナリーっていうのはですね、東北で一番生産量の多い、まあ、東北で一の大きいワイナリーとも呼ばれてたりするんですけれども、そちらのこの赤なんですけども、この赤鬼と青鬼って2つあるんですね。で、この赤鬼はカベルネ主体でメルローブレンドで、青鬼はメルロー主体でカベルネブレンドということですね。まあ、どちらもボルドータイプなんですね。で、これ樽も結構すごくしっかりと効いているので、まあ、その海外のワインが好きな、しっかり系の赤ワインが好きだよっていう人にですね、うちの店で出すと絶対に美味しいねこれってすごい喜んでもらえるようなワインです。なので日本の良さもありつつ、海外のワインがね、好きそうな方にもヒットするようなワインになってますので、こちらもね、ぜひそういうのワインがお好きな方は見つけたら買ってみてください。それでは。